1991年東京都知事選挙は、1991年4月7日に、執行された東京都知事選挙、第12回統一地方選挙の一環として、実施された。主な争点は、現職、鈴木の高齢と他選への是非であった。また市長選挙にもかかわらず、湾岸戦争への自衛隊海外派遣の是非も、争点化した。 名優の丹下健造に手掛けさせた巨大な新都庁舎に代表される箱物行政と多選批判が高まった現職の鈴木俊一を自民党トレンが引き続き支持、鈴木は四千を目指し立候補した。一方、中央の意のままにならぬ大物の鈴木に引導を渡したい。自民党本部は公明党、民社党と相乗りで NHK 報道局長の磯村久則を擁立した。 社交民路線が破綻したにもかかわらず革新税は社協共闘の復活もできず、日本社会党では内部構想から候補者擁立に出遅れた前回都知事選の反省から都知事候補選定委員会を設置し、抗議を図ったが、土井貴子委員長、社会民主連合の江田きや菅直人、岡野薫明治大学教授と異論百出してまとまらず、結局、中央大学教授、 大原光則を口説き落として選挙戦を戦ったが、社民連の伝秀でおは鈴木を支援し、大原も共産党推薦で再出馬した、旗田修雄の後陣を廃するなど、足並みが乱れた。加えて公明党系の浜田真紀子も、無所属で立ったため、規制政党のほとんどが分裂選挙になる様相を呈した。抜群の支持率を誇る、スポーツ平和党参議院議員のアントニオ猪木が、 一旦は出馬表明したが、格闘家として、支援を受けていた、清和県の創始者、福田武夫や同事務総長、三塚博士、同政策委員、長森義郎の説得で断念し、磯村と政策協定を結び告示直前に撤退した。そんな中、ロック歌手で、抜群の知名度を誇る内田雄也が、初期の断念を受けて、急遽立候補を決意し、選挙運動を、 宇崎龍道監督の実録映画、魚から大欲しにまとめた、1955年から9回連続で立候補し続けた赤尾里氏が前年に死去し、1971年を除き6回連続の深作聖次郎も姿を消して、常連候補の一角が欠けた代わりに、ミニ政党の推薦を束ねた中松義郎が無所属で初挑戦したのをはじめ、 16候補が出馬する、活況を呈した。三井リポート、増田真一の衝撃的な政権放送が、後々まで語り継がれている。16名、届け出順。各候補の得票率、投票率は51.56%で、前回1987年の43.19%を大きく上回った。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、 協託金没収外教は以下のようになった。協託金欄のうち没収とある候補者は有効投票総数の10%を下回ったため全額没収された。得票率と赤配率は未発表のため暫定計算とした。パリチコミのキザが看板で有力候補の一人であった磯村は下町の銭湯で年寄りの背中を流すパフォーマンスを報道陣に公開するなど 庶民派をアピールしてなりぶり構わぬ選挙戦を展開。しかし、中央による押し付け候補という図式への反感から、鈴木に票が流れ、さらに当初の多選、高齢箱物批判の図式が霞んだこと、批判票の候補ランリスによる分散もあり、鈴木が悠々と4選を果たした。革新税の一人、社会党推薦の大原は、 共産党がオス勤労者通信大学学長の旗田、茂雄すら下回って協託金を没収される惨敗を喫した。大原は埼玉県所沢市の住民で、この選挙に立候補はできるが自分に投票する権利を有していないという立場であった。選挙後、大原は体調を崩し、翌年7月に没した。今回の統一地方選全体では勝利した。 自民党だが、幹事長の小沢一郎はこの都知事選での失敗を理由に自ら申し出て辞任する。このことは分裂選挙に巻き込んだ、公明党に対する小沢の義理立てともなり、小沢と公明党の関係強化につながった。また無役となった小沢は所属する、敬成会の会長代行に就任し、後の政界再編へと動く契機になった。各種選挙における、 投票率投票率東京都選挙管理委員会東京都知事選過去の選挙朝日新聞デジタルありがとうございます。